こんにちは、のり太郎です。今日は超人気のモダンコイン限定で使える出口戦略のお話をご紹介します。私はコイン投資初心者ですが、コイン投資をいざやってみるといろいろと気づいた点がありましたので、重要だと思った点について発信しています。今回の話はモダンコイン投資の出口戦略で困っている方向けの動画になります。そもそもモダンコインとは何かというご説明を軽くしますと、コイン投資の対象のコインには古いアンティークコインと最近発行されたモダンコインがあります。しっかりした定義は曖昧なのですが、モダンコインはだいたい100年以内のもので、100年より前のものをアンティークコインと呼んでいます。そして紀元前とか紀元5世紀ぐらいまでの古いコインはアンシエントコイン、古代コインと呼びます。そしてモダンコインには他のアンティークコインやアンシエントコインなどには絶対にないメリットが一つあります。それは発売日があるということです。つまりコイン収集家が一斉に注目する時期があるということです。これは非常に大きなメリットで、生かさないのは少しもったいないなと思います。なので今回は新発売のモダンコインの、しかも超人気のデザインの限定の出口戦略の一つをご紹介したいと思います。ここで注意ですが、今回のお話はあくまでもコイン投資の出口戦略の一例で、これが全てではないのと、投資はあくまでも自己責任になりますので、よろしくお願いします。それでは今日この3項目でお話ししたいと思います。まず1つ目、大人気のモダンコインは到着後すぐに売る。2番目、値段の決め方は重要。3番目、メルカリやヤフオクで売るときのポイント。ということで、1つ目からお話ししたいと思います。大人気のモダンコインは到着後すぐに売るということで、これは題名ですでにネタバレしていますが、買って届いたらすぐ売るという戦略です。届いて1ヶ月後とかではダメで、あくまでも届いてすぐに未鑑定の状態で売ることに意味があります。どういう意味かと言いますと、新発売になってとても人気なコインはすぐに売り切れてしまうため、発売時に買えなくて売りに出ていないかを必死に探している人が一定数います。つまり発売してすぐには高い需要があるということです。そのため非常に人気のモダンコインの場合は、家に届いたら最速で売りに出すとすぐに買い手がつく可能性が高くなります。そこで一つ注意ですが、非常に人気のコインというのは発売当日にすべて完売してしまうようなコインのことになります。そのようなコインが、何枚か買えた時にはその一部をすぐに売ることによって、購入金額の、回収ができてしまうということがありますので、余計に失敗しにくくなります。ただし値段の決め方は、重要でして、購入金額の回収を目的とした値段の付け方をしてはいけないということです。あくまでも買う人、買う側が買いたい金額であるという必要があります。なので、2つ目、値段の決め方は重要ということで、その際に値段の決め方が重要になってきます。ここは皆様自由に決めれば、実際は良いのですが、販売してすぐのモダンコインというのは相場がないので、国内の販売サイト、あとはメルカリとかヤフオクなどを見て、相場より少し安い金額で売ると売りやすいと思います。特に販売サイトによってはだいぶ高く設定されているサイトがありますが、そこより何割か安く出すと、いろいろと見ている人にとっては安く買えるということで、すぐ売ることができます。またヤフオクとかメルカリですでに誰かが売っていた場合、ソールドアウトになってた場合は同じ金額ぐらいで売りに出されるとすぐに売れるかと思います。大事なのは売った側も買った側もお互いに得をしたという感じられる金額で売ることです。メルカリなどの場合には、いいコインを安く売っている人の場合はフォロワーっていうのがついて、次出品するたびに、お知らせが
そのフォロワーに届きますので、信用を得られるとどんどん売りやすくなっていきます。そういうメリットを享受するためにも、やはり高すぎない金額をつけるっていうのは重要になります。で、3番目、メルカリ、ヤフオクで売るときのポイントということで、メルカリとかヤフオクで売るときのポイントをちょっとお話ししたいと思います。ポイントとしては、表紙になる1枚目の写真ですねに、コインの情報を書き込むと売りやすくなると思います。写真に文字を書き込むアプリは無料でいいものがいろいろありますので、私のおすすめはこのフォントというアプリになります。こちらでいろいろなフォントで写真に文字を書き込むことができますので、一度お試しください。詳しい使い方などは、YouTuber のカルビタンさんという方の YouTube で、サムネイルという、この YouTube の動画の表紙の作り方の動画を上げておりますので、ご興味のある方はご覧ください。また説明書きの部分には、コインの情報も書くのは当たり前ですけど、自分のプロフィールの部分にも、コインを収集している、何年収集してますとかですね、そういった情報を書かれると買う側の安心感っていうのを与えられますので、さらに、有効かと思います。このようにスピード感を持って売るとチャンスを逃さないかと思いますし、もしも売れなかったとしても、その後鑑定に出して寝かせれば、そもそも人気のコインなので、また高く売れるチャンスがありますので、焦らなくてもいいのではないかと思いますが、くれぐれも値段ですね、買った人が損をするような高すぎる金額にしないことが、ご自身が今後コイン投資を続けていく上でも重要なことだと思います。それでは最後に今回のポイントのまとめです。まず1つ目、大人気のモダンコインは到着後すぐに売るということで、大人気のコインの一部は到着後すぐに売ると売りやすいというお話をさせていただきました。2つ目、値段の決め方は重要ということで、相場より少し安く出すのがポイントというお話をさせていただきました。3つ目、メルカリやヤフオクで売るときのポイントということで、表紙の工夫とかですね、自己紹介文、製品の情報を詳しく書くと売れやすいというお話をさせていただきました。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大変励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴くださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒に、レッツコイン！ご視聴ありがとうございました。